はい、こんにちは。2023年7月15日、勝手に IT 関連の、勝手に注目していることをしゃべる、ウィークリーリキャップ。2023年7月15日は晩です。さっきも日付言いました。タイトルを、このタイトルはいつになったら変えるんでしょうか。さあ、先週はほぼ何もなしでやりましたかね。今週はちょっとあります。NEC がラビー N15、ラビーダイレクト N15 スリム。スリムはダイレクト専用で、光学ドライブとかがないやつですね。N15 は、いわゆる売れ筋のノートパソコンの新モデルが出ましたよと、まあ、そういうことになりますね。 NEC パーソナルコンピューターから出ています。ジェネリティブ AI といえば、チャット GPT である的なね、世間的な最近のね、内容がありますけれども、欧米で今年の春ぐらい、3月ぐらいだったかな、3月だったか4月ぐらいにいろいろ話題だったことが、今日本でやっと注目され始めて、ジェネレーティブ AI はチャット GPT である的なね、内容でいろんな話が進んでおるようですけれども、まあ、他にもいっぱいありますよということはね、皆さんご存知の通りで、Google Bard はですね、読み上げ機能や画像認識機能に対応しましたと言っていました。Adobe Firefly は日本語に対応しましたと言っておりました。というわけでですね、まあ、ジェネリティブ AI つってもね、いろいろあるんでね、皆さんはその辺の、勘違いしないようにしましょう。レイザーがブレイド14の Ryzen 9搭載 GeForce RTX なんちゃらかんちゃら搭載の薄型10何ミリで薄型筐体のね、ゲーミング PC が発表されております。そんで、これをアップロードする7月15日、2023年7月15日は1983年7月15日に発売した任天堂ファミリーコンピューターと、セガの SG1000 の発売日だと、そういうことになっております。なので、ファミリーコンピューターはそれから何年だったんだ？5年以上ですよね。90年ぐらいにスーパーファミコンが出るまで、そのまま現行機として発売され続けたんですけども、 SG1000 はなんだ？その発売の2年後に SG1002 が出て、で、その、1年後か？ 1 年後にセガマーク3として SG1003 か？ SG1000M3 かな？が出たと。ということで、セガの方が、ね、どんどん、新機種を出していたと。で、その後に出したのが88年のメガドライブだということになっているようですね。任天堂のスーパーファミコンは1999年ですね。はい。結局、家庭用ゲーム機は、まあ、いろんな、その間にいろんな会社が出ましたが、任天堂一人勝ちと、そういうことになってるんですね。はい、というわけで今日のウィキリーレイキャップはこの辺で終わりたいと思います。さようなら。